第六天魔王と呼ばれし織田信長もこの儚き美女の銀の心に癒された。若くして散った謎の姫、真に生きた姫とは伊賀が絆いいぞ。なすべきことをなすということ。織田家に義を立てて浅井家に嫁ぎ、兄織田信長に夫を滅ぼされ、その兄亡き後は織田家の血族を己の命で守り抜いた義に生きた姫とは。おいちなかた礼とは神器を行う天の道。浅井長政おいちの方を奪い、おじは織田信長、橋場秀吉により三度の婚儀を重ね、徳川家康も孫を産んだ。数奇な運命にも神と義は儚い引き抜いた。出世を陰で支え、羽柴秀吉時代より家臣の信頼も得て政治も取り行い、豊臣秀吉亡き後は落職するも、江戸時代を生き抜いた真に生きた姫とは。北の真んところこそ尾根行動。親に対する仁、先祖に対する礼。江戸幕府を開いた徳川家康、竹千代と呼ばれた理由を引き離され、その身を待ちていながらも桶狭間の戦いの後再会、皇后により平和に長寿を全うした。ここに生きた姫とは織田の方。
か祭りにお越しいただき誠にありがとうございます。いやー、こんなに多くの方にねお越しいただき、はい、誠嬉しいですの。そしてお招きいただき私たちもね大変嬉しいございまするが、はい、やはりねえ、私たちなんでこうやって皆々にお会いするようにのこうして舞台に立っておるかと申しまするとは武将のふるさとである、はい、そういったことをの、はい、皆々にお伝えするために日々こうして一生懸命お芝居して踊って頑張っておるのじゃ。ぜひのこれからもよろしくお願いいたしまするということで、はい、なんといってもこの彼が、はい、お大師様よお大師様、はい、ご生誕の地地がどうですか、生まれた地でお前はご生誕の地カリア、はい、ねえ、うん、どうですかお大様、一個南南とやってよいですか、やってよいですか、はいはい、せーのって言ってもらいます、はい、お願いいたします、せーの、ただいまおかえり。わー、なんかいきなりやったにもかかわらずすごい多くの方がおかえりと言ってくださった、ありがとうございます、よかったね、お大様開発中、もうすごいですね、お城もしっかり守られた、はい、ねえ、うん、ということでお大様のことをの、はい、もっともっと皆様に知っていただきたい、私今日そう思いましたよ、はい、ぜひ姫様方から質問を攻めをしてですね、皆さんにもそれを見ていただこうと思います、そう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 、はい、早速天文2年に私の父忠政様がお城を建てました。まあ、南のお城を建てたからさぞかしすごいと思う方はおると思いまするが、うん、思いますね、いやいや南の父上が家建てたよ、えすごいってぐらいの感動だった。いやお大様そもそも家建てたのもそんな家建てたよってそんな簡単に言うお父上もまた珍しいと思いますが、どう36年とか9万というかのそういうこと、はい、でもそれぐらいそうなんじゃすごいね、感動だったんだ、お城、カリア城ってそんなお城なんだ、うん、お大様のお父様が建てられたカリア城行ったことあっておって人、はい、おわかりました、ちょっと待って、まだこんなに行ってない人がいるの、うそ、お大様のお父様がねローンを組んで一生懸命組んでない、いや、島根その一生懸命建てたお城なんと、そうこれは築城480年、これも行くしかないでしょ、はい、はい、まだ今手挙げんかった皆様ね、お大様ぜひ、そうなんじゃ、480年どうですぞ違う、これ違ったと思う、多分組んでない、組んでないけど、その去年のカリア城にぜひお大様、うん、みんな行ってきて、ゆるいわ、はい、ごちそうありがとう、はい、お大様もありがとうございます、はい、他に、はい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 、なるほどなるほど、それのおばあちゃんって親のしつけがみたいな、ね、はい、決めたにはですね、郷姫のお母上、お家の方様おられましてな、ちょっとごちゃごちゃするんで、はい、ちょっと、はい、はい、はい、仲良く、はいはいはい、はい、で、そんなおばあちゃんに、はい、君の孫である郷から、お大様はこの、はい、カリアの町、うん、まあ、ご出身ということで、さまざまな思い入れがあるかとは思いますが、はい、一番思い入れがある場所ってどこなんでございますか、ね、よいよく聞いてくれましたの、私、はいはい、家康様が幼い頃離縁をし、うん、一度カリアに戻ってまいりました、あ、そうでございます、そうです、ね、
滝屋敷というところで姉上様と一緒に過ごし、その時ですの？椎抜き屋敷って今も椎抜き屋敷跡ってあるところでございますね。そうなんじゃ、そこで過ごしておったんじゃ、私。ほう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 、そこに住んどったんですね。そうにございまする。今名もないよ。あるそこに住んでおりまして、おうおう、我も離れた竹千代、そして愛しい旦那様ひろたら様ととても会いとうございました、はい、ですからの、まあ、龍言寺という出雲家の先祖を祀るお寺がございまする。そこにとひろたら様気持ち悪いぐらい照れとるからはいはい、何あ、ヒロタラ様にもらった大事なお品物とかヒロタラ様っていうのはお代様の旦那様からもらった何プレゼント贈り物、そうじゃ贈り物とか、あとは家康様が幼き頃に使っとったものとか、え、待って待って、徳川家康様が使っとったもの、そうじゃ、あの書置いてある、徳川の、そうじゃ、あの暴れん坊将軍のあのもっとすごい、あれ、もういい、もういい、本当にその人が使ってたものが今も残っている、そう、実は残っている、どこのお寺でした、龍言寺、龍言寺、なんとそのお値段、え、ちょっと黙っとって、はい、そうなんです、そうそう、ありがとう、龍言寺お寺に毎回通って、はいはいはい、旦那様大丈夫かな、家康様に会いたいなって思っておりましたね。そうなんでございまするね、今でも残っておる、今でも見れるってことでございますか、見れるんじゃ、そうなん、ゴー姫、いい質問しましたね、はい、本当に、そうでございます、こんなのろけ話が聞けるとは、そうだそうだ、はい、じゃあもうゴー見に行ってまいります、待って待って、ダメでございます、はい、あと1曲あるのでね、はい、そっか、もう1曲あるんだったの、鉄板ですの、そうですよ、お代様、そんなすごいとこが仮面にまだ残っとる、はい、ちなみに見たことある人、うん、行ったことある人、そうなんです、実は480周年記念の愛知トリエンナーレの、はいはい、あの一定の記念展として刈谷美術館に置いてあります、今だけでございます、今だけ、あ、なるほど、じゃあそのお寺もそして椎の木屋敷の跡も刈谷、はい、城ももちろん全部行っていただきたい、お代様の思いが詰まったほしい、そういうことですね、はい、ありがとうございます、いやー、嬉しいですね、もし行ってくれたら、行ってきたよなんて言われたらもうお代様泣いちゃうね、泣いちゃう、はい、ということでお代様に聞いてみようのコーナー、はい、締めさせていただきます、ありがとうございます、はい、どう？ちょっとは分かった、分かったかの、うんうんうん、ね、ありがとうございます、暑いのにありがとうね、仰いだり、はい、飲んだりしてくださいね、ありがとうね、真ん中だけ点灯がないからね、そうですね、いやー、そんなお代様のね、世界のね、土地でございまするが、はい、実はそんな武将様のふるさと愛知を知っていただくための催し、この赤い登り立っとる、これについてぜひ吉野様から、はい、はいはい、私からお知らせがございまする、こちらのですと、登りご覧くださりませ、はい、私たちが案内人を務めますスタンプラリーというものがですと、9月の1日から始まりまする、その名も、はい、ミステリアス戦国愛知、はい、というですとスタンプラリーが開催いたしまする、こちらはですと、はい、愛知県の武将のふるさと、武将にゆかりのある地をみんなで巡っていただき、ハンコを集めていただき、そして集めた暁の景品が当たるというイベントでございます。9月の1日から12月の15日まで開催いたしますので、ぜひぜひ皆様ご参加くださりませ。そしてこちらの私たち演舞が終わった後にですね、愛知県のこちらのミステリアス戦国愛知のブースでこちら PR 活動させていただきますので、こちらで最後まで楽しんでいた後にもしお時間ございます、ぜひぜひ来てくださりませ。聞こえた、わかった、今から私たちブースに行くよって、はい、はい、OK、 マスターもありがとう、はい、ということでぜひね、この上りを目印にの姫に会いに来てくださりませ。でもこのステージもぜひの楽しんでいただきたいと思います、はい、はい、お願いします。さあ、そんなミステリアス戦国愛知も大事なんですが、はい、私たち日々活動しておるゴー姫様、はい、ぜひ、はい、私たち
城、木曜日は犬山、金曜日は岡崎城に山頂をつかまつっておりまする。まだまだ小田井様の魅力今日伝えきれとらんと思いまするゆえ、ぜひのそういったお城に来ていただければもっともっと違う演舞やまたお話しする機会もあるやもしれませぬ。ぜひそういった詳しい姫の出陣場所はホームページ中平成の世の瓦版に載っておりまするゆえ、姫隊で検索して見に来てくださいませ。お願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いいたしまするね。またお会いできたらもうこれまた嬉しいことないですよ。そう、ぜひまた会いとうございます、はい、ありがとうございます、はい、そして小田井様、はい、ぜひのこの刈谷の地の民たちに一言のお願いいたしまする。小田井とっておきのお言葉を見つけてまいりました。お願いいたしまする。本日皆に持っていただきたいお言葉は四字熟語八種競歩という言葉にござりまする。これはですの意味は手を取り共に歩む、競歩が共に歩む中字にござります。私は400年前戦国時代に生まれ、皆々は平成の世現代に生まれました。だからといって私を崇めてほしいというわけではありませぬ。町の景色は変化しても私たち皆の吸っておる空気は一緒なんじゃ。じゃからのお題は皆と一緒に歩幅を合わせて共に歩んでいきたいと思っておりまする。八種競歩ぜひ覚えてくださりませ。以上じゃ。拍手ありがとうございまする。いや共に歩んでいきたいというそういう思い皆様にも伝わったと思いまする。でもね、それにも似た大事なお言葉を私たちね大事にしておる言葉でございまする、はい、孫様からぜひ。私たちが今一番大切にしておることは一期一会でございまする。本日こうしての今この時この瞬間一度しか巡ってまいりませぬ。だからこの1分1秒をともに大切にしとうございまする。そんなの気持ちがこもった一曲ございます。聴いてくださりませ。一期一会。
それでは最後に小田井様。はい。